やばいですよね。帰ろう。もう帰ろう。暑いや。ちょっと無理だな。はい、皆さん、つくだに。なってた。はい、いらっしゃいね。坂さん、こんばんはね。いや、もう無理ですね。たった5分いるだけで汗がもうダックダック。これ無理だな。車の中でいい。もう暑くてダメだ、これ。やばいわ、ほんとに。どうしちゃうかな、これ。なんか声が聞こえてるよ。声が聞こえてるけど、これ気のせい。女の声。はい。暗い。打ちかみ。はい。こんばんは。もうダメだ。堀さんいらっしゃい。あゆさんこんばんは。くまちゃんこんばんは。せさんこんばんは。帰っていい？無理。みゆさんです。サジャミさん、こんばんは。暑い。風がねえよ、マジで。タカさん、こんばんは。なんか、誰かいんの？暑い。はい、シュミさん、こんばんは。ナナさん、こんばんはね。アテイちゃん、こんばんは。タイちゃん、こんばんは。アイザさん、こんばんは。あれ、小田原ですか、まだ。タカさん、こんばんは。あ、皆さんお茶ぶっかありがとうございます。100年すいません。暑いよ、もう。助けて。マジやばい。88% ぐらいあるよ、これ。扇風機やっていい？まだ小田原にいいですか？誰かいます？なんか、喋り声聞こえたんだよね。でも今聞こえない。今いない。聞いちゃった？皆さん、ぴょぴょ、お疲れ様ね。また始められた、池さん。ダメだからね。すごくやってみて。あれ？いないよ。あげずさんお茶ばかりだとね、100ね。小田原、今日泊まりなの？心の気温、今の気温28度ぐらい。それで湿度が 88% ぐらい。聞こえたよね。喋り声。結構でかく。いないんですよ。扇風機やっていい。おとりさん、夕立ち2回も。あ、孫もこっち来てんだよね。行ってきた。あれと YouTube 弾かれた。なんか弾かれてるでしょ。すごくやってみて、お願いだから。うん、あれなんかね、なんかやってるみたいよ、規制を。やっぱり他のとこでも見てたら弾かれてるもん。うん、コメント入れてんだけど入ってないっていう人が何回かいたよ。すごくやってて。うん、はい、神さん、どうもね。はい、皆さん、こんばんは。お疲れ様ね。あれ、今、声聞こえたよね。山さん、こんばんはね。寝ます。はい、おやすみなさい。僕もね、帰っていいですか。ズブでね、ってか、ズブ、汗がびしょびしょです。今日は行くべきじゃなかったか。ちょっと来週あんま行けないんでね。なんかね、もう、暑い。声でした。聞こえてなかった？湿度が高いんだよ、もう。何なの、これ。ここ、温暖化？アキさん、こんばんはね。遅れました。寝て遅れました。大丈夫ですか？エイさん、どうもね。ありがとうございます。もう今日はね、疲れ切っててね、ちょっとね、暑くて。そう。暑いなぁ。いやぁ。はい、あ、セゾンさんどうもありがとうね、高評価ね。やばいね、マジで。汗がね、わかる？ほら。わかります？これ。まだ5分ぐらいしかしてないんだ。いや、10分ぐらいしかいないんですよ。この汗。アイソンやってんですよ、首に。あれ、でも痛いよな、声。そう、
いやだ、木水曜日に行ったよ、鶴子は。なんかいない？早い、逃げられた。攻撃態勢入ったから今ね。見た今の猫。あ、石丸さん、スパチャありがとうございます。どうもね。ベタベタ。ありがとうございます。もうやってられないよ。暑くて。こんな攻撃させないでくれよ。もう暑いんだから。なんかいるなと思って。得体の物体が、猫だった、うん。こっちずっと睨んでよかった。そう。なんか変な匂いするな。焦げ臭い匂い。暑い中ね、もう帰っていいですか？もうダメです。ギブアップ。ギブアップです。はい、ご予約ありがとうね。はい。よく行けるね、この暑い中。もう本当に。はい、ハルさんどうもね。無風のね、湿度が 88% ぐらいあるよ、これ。半端じゃないもん。うん。本川目は録画してます。そう、なんか被っちゃってね、本川とね。今日はね、久々のこの公園ですよ。自殺があったと言われてる。うん、なんかちょっと今日雨が怪しかったのね。あっち側から雨雲来てるんですよ、ほら。うん。頑張って、いやもう浦木さん無理です。すいません。7分やっても無理です。暑くて。風がないんだもん。はい、高評価あります。扇風機入れていい？ちょっともう暑くて扇風機入れないともう無理だ。うん。あっちあっち。熱風だよ、もうサウナ状態だよ、ここ。やばいよ、ほんとに。あれ、なんか充電が調子悪いな。なんでダメなの、壊れたかな。充電が切れたぞ。うん。なんか切れてたぞ、今。充電。ぶっ壊れた、これ、もう。うん。アルさん、スパチャありがとうございます。どうもね。今んとこ大丈夫だな。なんで切れたんだろう。うん、今動いてるな。蒸し暑い。はい、高橋さんどうも。つくらにピューフよね。うん。はい、友達さんこんばんはね。いらっしゃいね。やっぱ切れるな。これ充電器もぶっ壊れたかな。充電器壊れたかな。すぐ切れちゃうな、なんか。コードがダメかな。いや、2台ともだから多分。あやのさんどうも、スパチャありがとうね、どうもね。ダメこれ、壊れてる？あ、切れたわ。やっぱ充電器ぶっ壊れてんな、これ。ってことは、今日は充電ができないので、あまりできません。すぐ止まっちゃうんで、これ交換しないの。あ、ダメだな、やっぱり。壊れたな、これ多分、うん。パーセントあるはずなんだけどな。ちょっと様子を見て。あ、切れちゃうな。コードが切れちゃうのかな。こっちがダメなのかな。このコードがダメなのかな。これはやばい。はい、充電器壊れちゃったみたいで、多分そんな持たないですね。あ、入らないな。
あ、完全に壊れてるわ。構造がダメなんだな、これ。ってことは、これがダメなんだ。あ、ちょっと後で車で、コードあるからコード変えちゃおう。コードがダメくさいな。コードが。どうやら。充電器は大丈夫で、モバイルコードがダメだ。ってことは、わかんない。わかんないけど、まだ。コードはあるんだよ。予備があるから。あ、でも切れちゃってるな。待って。あ、いや、ダメだね。コードじゃないね、これ。コードじゃないな。どうやら。どうやらコードじゃないな、これ。モバイルルーターがダメだ、やっぱり。コードじゃないわ。多分ちょっと今見てるんだけど、はい、おやすみなさい。なんか2台つけるとダメ？2台つけるとダメかな。ちょっと今様子見てるんだけど、ちょっとお待ちくださいね。バッテリーがね、やばいかもしれない。あれ、今大丈夫だな。あ、ダメだ。切れちゃってるわ。落ちちゃうわ、モバイルが。ちょっと1台だとどうなんだろう。はい、あちるさんどうもね、花さんどうもね。はい、こんばんは。1台でも切れちゃうかな。なんかどうやら2台やるとダメかな。あ、2台だ。2台やると落ちちゃうな、モバイル。いや、多分もう不良品なんじゃない、もともと。ちょっと試しにちょっとね、今ちょっとチェック中なんだけど、コードがダメなのかな。ちょっと車行っていい？また戻っていい？ちょっと車戻っていいですか。ちょっとコードをもう一個つけてみて、新しいコードを。どうやら YouTube の方側のコード、あ、ダメだな。あ、もうモバイルルーターだな、これ。もうルーターがダメだ。モバイルバッテリーがダメだ。いっちゃってるわ。あ、ダメダメ。両方ともダメだった。もうダメだね。モバイルバッテリーがいっちゃってるわ。だ、持ってきてないんで、今日でもね、替えが。そんなできないで。今日はちょっと。すぐ落ちちゃうんだよね。すぐ切れちゃうな。もうすぐ切れちゃう。あ、いかずはいらっしゃいね、こんばんは。あ、交換しても無理です。モバイルルーターだ、もう。あ、バッテリーがダメだ。ところトラブル発生で、ちょっと今日はもうあんまできなくなっちゃいました。すぐ切れちゃうね。もう入ってないのかな、このバッテリーが。あんまり、それともトラブル。仕方ないね、今日はね。いや、急に壊れちゃってるもんだからね、わかんないね。ルーターっていうか、モバイルバッテリーが。あ、さださん、こんばんはね。バッテリーがもういっちゃったから、バッテリーなくなったら終わりになっちゃうね。
だからちょっとこういう配信ができなくなっちゃう。あまりすぐなくなっちゃうから、もうすぐ落ちちゃうね。まさかの機材壊れです。トラブル発生です。そうだからもう結構使ってる人は使ってるんだよね。だからもう限界なのかもしれない。新しいモバを、モバイルバッテリーを交換しないとダメですね。そう、もうすぐ切れちゃうもん。悲しい、すいません本当に。そうなんで、ちょっとできなくなってきました。もうすぐね落ちちゃうんで、トラブル発生、バッテリーダメ。これ構図じゃないね、バッテリーダメ。もうすぐ切れちゃう。そう、ほっ、猫、猫なんか今落としたよね。あ、カブジュンさん、お茶ばかりとね、どうもね。まあでもね、まだ 95% ぐらいあるから。今落としなかった？誰かいる？声した今ね、したよね、にゃんこ。そう、誰か入ってんのかな。カンって言ったよね。落としたよね。誰か入ってんのかな。声も聞こえたんだけど、逃げないんだけど。あ、誰か入ってんね。誰か入ってる。誰か入ってた。真ん中に入ってくさい。真ん中でうんこしてるっぽい、障害者のやつで。ほら、びっくりした。あっち猫ちゃんが、猫ちゃんがいる。人いた、出てきた。誰かいた。焦ったよ、焦らせんのよなっていう。まあ向こうはただトイレしただけなんだけどね。あいかさんこんばんは。今日はちょっとね、あのついてるモバイルバッテリーがいっちゃったんで充電ができないんですね。なので多分あと 96% 94% ぐらいあるのかな。だから終わっちゃいます。そんなできないですね、長くは。ここも忙しい。まあ車に戻ればとりあえずね充電できるんだけど、その間やっぱ早いんだよね、減りがね。いっちゃってんだよね、バッテリーが。もしかしてこれ、もしかしてバッテリーが充電されてなかったのかな、もしかして。なんか今出た。あ、ケズさんありがとうございます。電波不足とか出てる。なんで？そう、長い時間できないんです。まあ今の多分この暑さから見たら、多分外にいたら1時間でやばいんじゃないかな。かなり減っちゃうと思う。だからなんていうのかな、30分ぐらいで一回充電してっていう感じで行けば2箇所は行けるかも。そう、2台でやっちゃうとね。そう、まあ一応容量がでかいやつなんで iPhone がね、 100% までやってたんで。そう、だいたい今何パーかな。もう多分なんか俺充電されてねえのかな。ちょっと待ってね、今何パーだろう。ああ、そうだね。そう、 YouTube の方が 98% で、もう一個ツイキャスの方が 96.5 だな今。早いな。なんかツイキ電波悪いんだけど、なんで。そう、なんかね、これ多分モバイルバッテリーが充電されてないっぽいな。俺したんだけどな、ちゃんと充電されてなかったんだな。そう、ツイキャスの方が電波悪いよ。なんで？いや、あるんだよ、電波。電波あるのに、
全然ここ。いや 98% でもいやちょっとあれだよ、やっぱり 30% ぐらいでやめとかないとすぐ落ちちゃうよ、ピって。そう、まあ暑さもあるしね。そう、バッテリー持ってきてないんで、何なんだろうね。コードは大丈夫なんだよな。そう、ついき、いやいや、98% ってこのね、暑さで常にこの放送やってたらあっという間になくなっちゃうよ。ライブ配信は結構バッテリー食うから、そう、あっという間になくなっちゃうよ。下手すると1時間持たないかも。はい、あかねさんこんばんは、どうもね。いきなり暗くなったんだけど、なんで？いらっしゃい、どうもね。そう。はい、みんなね。そう、まず 94%。まあ、今ね、バッテリーをこうちょっとこうちょっと残り少ないバッテリーをこう補充しながらやってて、なんとかすぐ切れちゃうんだけど。はい、レモンさんこんばんは。暑いよ、もう助けてくれない？もうアイス食いてえよ。そう、バッテリーがね、だからちょっと見えないんだよね、あと何パーセントっていうのがね。だから充電してんのかなと思ったら、してなかったのかもしれない。だ、空っぽなのかもね、充電が。でもちょっと電波はいいかな。アイス食いたいよね。そう、いや、ほんと暑いんだよ、知ってる皆さん。いや、マジで暑いんだよ。相当暑いよ今日。そう、暑くなるから充電も持たないんだよね。そう今ね、ツイキャス 94%。 YouTube ちょっと見れないんで、ちょっと待ってね。YouTube どんぐらいだろう。YouTube 97%。そう。今日日中35度ぐらい上がったんじゃない？多分。そう。だってね、アイス、ああ、どうも、あかねさんスパチャじゃないで、おひわがありと、いっかさんスパチャありがとうございます。あれだよ。昼間のが暑いけど、ね、カラッと暑いさじゃん。ね。違うね、夜は。ジメジメの暑さ。ふざけんなって感じだよね。はい、さじゃんさん、お茶箱ありがとう。どうもね、すいません、ほんとね。そう、トラブル発生しちゃってね、バッテリーがちょっとね、充電できない状態になっちゃってて。そう。荒木さん、スパッチありがとうね。アイス代、ありがとう。ちょっとこれです、皆さん。これ知ってます？これアクエリアスのね、あの凍らしても美味しいよってやつ。最近それこれになったんですよ。ちょっと高いんですけどね、これ。凍らしても美味しいよって、もう凍ってんですよね、まだね。でもほら見て、もうちょっと水っぽくなってきてるんですね。見えるかな、ちょっと水っぽく、ほら、わかる？ありがとうございます。ってことはわかります？相当暑いってことですよね、時計型見て。だからこれをね、頭にアイスの、熱出た時にね、やるでしょ。そうすると、あ、ヒヤーっとするんです。そう、わかります？そのぐらい暑いってことなんです。その、この間水曜日やった時よりか全然暑いです、はっきり言って。そう。で、ちょっと今日はね、皆さんのために頑張ろうと思ったんですよ。そう、来週はちょっとね、平日行けないかもしれないんで、そう、なんか火曜日雨臭いしね、土曜日になっちゃうかも、来週。そう、だそれまでにちょっと直さなきゃね、モバイルバッテリー。バッテリーはあるから、作り直さなきゃ、また。暑い。びっくりしたよね、でもね、ここなんかもう猫とか飼ってる、誰か餌あげてんべ。住みすぎちゃってるよね。そう。あと 93%。だから93と 95% ぐらいだな。早いね、やっぱね。20分ぐらいで 7% 奪われちゃうんだ、もう。7%、充電しないと 7% 奪われちゃうんだ。暑かったよね。
そう、俺絶対負けると思ったんだ、高校野球さずに。まさかの奇跡。でも次負けると思うよ。次負けると思う。あれはもう仙台育英が優勝だろ。しかし暑いな、本当にね。そう。いや、本当は今日ね、雨降らない、降るか降らないか分かんないから、ちょっと本当はヤマトの方行こうと思ったのね。そう、ヤマトの小田急線の踏切で行こうと思ったんですけど、そう。行こうと思ったんだけどね。なんか怪しい、あっち行って雨降られたら終わっちゃうなと思って、ちょっと半分ぐらいまで来ました。そう。ないんだもんね、本当に。そう。ああ、もういいよ、野球は。今、死んでやってんですよ。野球とかそういう話はいいです。すいませんけど、死んでやって暑いんです、僕。暑いんですよ。暑い。マジ暑いな、ここ。そう、野球の話はもう、多分雑談の時にお願いします。はい。今日は死んでやってんですよ。なんかすごいな、蚊が。なんかあっち怪しくない？もう見て。そう。見てこれ、ちょっと。あれなんだよ。あれがね、埼玉雨降らした雨なのよ。こっちまで来てるんだよね。わかる？あれ。でもあれがね、10時半頃に消えるんだけど、ただバッテリーがね、そこまで持たないと。あと1時間持つかな。もう90%だよね。うわ、20何分で90、もう10%食われてるわ。関東なんか、なんか、やばいみたい、雨が。明日も。あれがね。あれがちょっとなんか雨降ってる雨なのよ。そう。そっか、残念だ。モバイルバッテリーがね、そう、充電できない状態だから、なんかね、これが壊れてんのか、すぐ切れちゃうから多分バッテリーが足りてないの入ってないのかちょっとバラさないとわからないね。だからちょっと明日バラして、まあバッテリーはあるからまだ全然余裕バッテリーは、まあこんなのなかなか滅多にないんだけどね。だから寿命の時に当たっちゃったって感じだね、たまたま。そう、暑いよマジで。そう、ライトつけるとすごいね、蚊が寄ってくる。マジで。直せるっていうか、もう交換。ダメだと思う。これがただ充電が、ちゃんとね、されてないんだったら、そのね、コンセントの問題だと思うから、そう。高い。いや、3000円ぐらいで売ってるよ。そう。まだ予備2つあるし、あとね、予備4つあるんですよ。くっついちゃってるんですよ、傷に。手首はね、一応サポーターしてます。そう、交換。だからこれがただ、ほら、壊れてないで充電したら治っちゃうんだったら、多分、そのコードが疑わしいから、そうそう。コードをちょっと新しく買わなきゃいけないんで、明日でも。まあ、ちょっと帰ったらちょっとバラすと思うんだけど、バラしてみて、コードができるかできないかを見て。できなかったらもうアマゾンでもう速攻で頼んで明日多分届くだろう。そう。そう。そんな感じ。点検です。あ、残りね、90% です。あ、今91だから、そう、YouTube が多分93ぐらいか。2% ぐらいちょっと違ったから。スイキャスの方が食われる。まあバッテリーが多分こっちの方がね、老朽化してんからだと思うんだよな。そう、バラしてってかな、機材をバラさないとなんか見えないんだよね。何パーセントあるっていうのは、バッテリー充電が。これがバッテリー充電が 100% 近くて、ね。そう、数字がね、何パーあるかによって、そう、もうそこで 100% とかあって、ほら、充電されてるのに入らないってことは、完全にバッテリーがぶっ壊れてるから、もう終わり。終了。だからもうすぐ見ればわかるけどね。見えないんでね、こっからだとね、ナンパっていうのが。見えないのよ。でもなんかありそうな感じでするんだよね。でもライト弱いな。ライトが弱いってことは多分これ充電されてねえかもな。
なんか臭いな、こう餌あげてるだろう、ね、なんかいい、なんか動物の匂いがすごい、なんかすごいな、カブトムシいる？カブトムシの匂いするよ、なんか。カブトムシいるでしょ、これ多分。なんかカブトムシのあの匂いするよ。猫すごいな、これ。ほら。誰かこれ餌あげてるよ、これ。ライトは大丈夫だ、充電されてるから。ライトはね、パーセント見えるんで、充電した時に。そう、バッテリーがちょっとね、機材が入っちゃってる。吸盤で見えなくなっちゃってるね。そう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 。なんか変な匂いする。こう臭い。すごい匂いが臭い。で、こっちがね、新規なとこなんですよね。そう、夜中にすすり泣く声が聞こえる。そう、すすり泣く声が聞こえる怖い場所です。匂う。なんか、ね、変な匂いする。田んぼの匂いもすごいし、すすり泣く声聞いちゃったら、で、聞いた人は呪われるって言われてるんですね。聞かないように皆さん。泣く子怖い。いや、怖い？そう、怖いと思うと怖いけど、慣れちゃうとそうなんだって、あんま出ないよね。ビビらないことになってくるから、そう。ビビっちゃうと、怪我のもとじゃん。ここ新規なんですよ。はい、まさきこんばんはね、いらっしゃい。そう、今日ちょっとモバイルバッテリーがね、ちょっと死んじゃったんで、残り 90% 切ってますので、バッテリーがね。はい。だから車行ってちょっと充電しなきゃダメだね。そう。どのぐらい充電できるかだね、車で。そう。聞いてない？何が？聞いちゃったらやばいと思うよ。さっきみたいになんか焦るじゃん。でもあそこの場所はね、本当にそのトイレのところは、あそこで首吊ってたんだよ。実は。首吊ってて、よくね、あの、声聞こえるんだよ、マジで。で、バケタもこう赤を、すごいのよ。ここ。実は。で、役所が10時頃になると消しちゃうんだよね。電気消しちゃうの、ここ全部。マジ、マジなの。何回もここ、怪奇現象起きてるよ。はい、それ知ってます、高野さん。もう、それは、他局なので、あの、録画で見てください。見たい方はね。録画しといてください。そう、本家でもあれ、本当なのっていう、あるけどね。僕の中ではね、あんなのねえぞ。そう。ドライブ配信、最悪の。いやいや、もうガソリンがね、だけさ、高いんですよ、ガソリン。でも夜のが燃費いいね、やっぱりね。なんでだろうね。それわかる？昼間がそれだけ暑いってこと。夜のが30度切るでしょ？一応。だから、燃費が上がるんだよね。ハイブリッドの場合。でも昼間今日だからしてたら14しかしなかったからね。14だよ、リッターハイブリッドで。全然ダメなの。暑すぎちゃって。だから日中乗りたくないんだよね。燃費悪いし。そう、夜の方が燃費いいんだよ、若干。そう、昼間の方が暑いからエアコンのファンがどんどん回っちゃうのね、やっぱりね。上げても。174円。上がるよ。月曜日から。7円ぐらい上がるよ。地獄味わうよ。もっと上がるって言ったもん。なんか今月の来週あたりぐらいでもう200円突破するとか言ってたよ。全国平均。早い。エアコンのせい、そう、エアコンなの。もう暑いから。うわっつった。ごめんなさいね。大丈夫だった？明日入れる？明日上がってるかも。また上がりますよ。毎週上がるよ。もう毎週上がると思った方がいいよ。そう、乗られないようにね。しかし暑いね。180円だった？寒から入れたんがいいよ。寒からまだ176円だから。そう。ポンタと、
あの 2円割引券もらえばコンビニで、そう上がります。なんかまた人がいっぱいいるな、ここ。というかね、お化けいないっすよ、ここに。ほら、白っぽい、なんか白っぽいのいません？なんかいない？ほら、お化けじゃないの、これ。なんかお化けじゃないの、これ。ほら、白いランニングを着たおじいちゃんのお化け。大丈夫？言いなかった、よかった。うん、買わないの、買ったがいいと思います。買った方が絶対的に燃費はいいよ、白っぽいの。いや、今音もなくすれ違ったの、歩いてんの。音もなく、あ、赤さんこんばんはね、いらっしゃいね。音もなく、音聞こえるじゃん、足音とか聞こえない、サッ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 ってこうすれ違ったの。どう、焦ったんだ今。あの人間、その気配がなかったの、気配は。いや、お化けじゃないと思うけど、忍者なのかなと思った、一瞬。忍者かなと思ったよ、俺。人だよね。だから人の気配がなかったの。そう、だからそれだけ静かに、さささささって。てか、こんな暑いのよく歩くよね。お風呂入んのかな、ああいう人って。絶対汗かいてるよ。うん。忍者じゃないの。足あったよ。いや、お化け足あるよ。あるよ、足。あのね、僕ね、ほら、見た時あるじゃん。ほら、清滝の お化けもあるじゃん。足あったじゃん。そう、足あるんだよ。足あるんだけど、透き通ってるの。薄いんだよ。影が薄いっていう。そう。あの、わかるでしょ？はっきり映んないっていうかね、うっすらと映るんだよね。ぼやけて。そう、ぼやけて。簡単に言うと。うん。僕見た時に、やっぱり、やっぱあれだよね。血の気のない色は、確かだったね。血の気のない色はあるね。で、あとね、顔自体は、どっか欠けてるね。基本的に本物のお化けは。全体がはっきり映んないの。潰れてるとかね。そう。グレっぽい、そうそうそう。あの、やっぱり、ね、顔面とか捉えると、どっかの一部がなくなってる。そう。全部が映んない。そう、なんかちゃんとに綺麗に映らない。逆に綺麗に映ってるやつは多分心霊写真ではない。そう。一部がなんかあの、潰れてるとかね。そういうのだと多分間違いないと思う。そう、ぼーっととかね、薄いんで多分。だから分かんないんじゃないかな、昼間なんか見ても。昼間もいると思うよ。ただ分かんないんだよ。夜とかだと、いないって、こんなとこに人が歩いてるっていう感覚しないじゃん。まあ、おじいちゃんとか歩いてるけど、おじさんとかね。女の人があんま歩かないでしょ、こんなところ。そう。足あるんだよね、そう。で、やっぱり透き通ってるんだよね。うん。透き通ってる。マジで。ああ、と 85% ぐらいだ。ああ、バッテリーがぶっ壊れたか。ああ、やっぱ消えるな、これな。ああ、でもなんかバッテリーが充電されてないような感じもするな。見たかないか分かんない。徐々にカウントダウンが。でもちょっと充電するとね、ちょっと休憩置かなきゃダメだね、充電するために。したら多分 2箇所3箇所できるかもね。そう、うまくやれば。だからロングはちょっとここだけにして、短めでやれば多分持つかも。うまく使えば車は充電できるじゃん、多分。暗くない？ここ。うわ、虫すごいな、ここ。この先やめよう。暗すぎて、虫がすごい。こっち戻ります。
まあここで俺40分やって13%から 15% ぐらいしか減ってないから、まあ大体1時間でまあ 20% 減るかなって感じだよね、今のペース感でいくと。で2時間で充電しなかったらまあ状況もあるけど 40%、 3時間で 60% だから持つことは持つと思うね、多分ね、3カ所ぐらいで。体力的に多分3カ所が限界だと思う。めっちゃ暑いから。あれどこだっけ、ここだっけ。そう、あ暑いな、ここ。分かった、田んぼがあるとこ暑い。雰囲気はすごいけどね。首ちょんぱ、これ暑い。すごいね。あ、壊れそうな音してますね。見ました、今の車。もう完全壊れますね、あれね。ハブベアリングですね。あれタイヤのとこのベアリングが多分いっちゃってますね。なので多分そろそろカチンってロックされてガーンっていって壊れると。修理代多分相当高い。そう言ってたでしょ、ああいうのもう壊れるってことなの。前兆なの。車ってね、教えてくれるんだよ、意外と。ああいう落としてくれてね。あれはもうハブ、多分僕の場合は、多分予想では、多分ボルトについてるでしょ、タイヤについてるボルトあるでしょ、あれハブボルトって言うんだけど、あそこ結構折れるんだよ。あそこにベアリングがあるのね。で、ベアリングが、アルミとか、なんか、こういうなんかむき出しのやつ入れると、ゴミが入っちゃうんだよ。そうすると、ベアリングのとこにこう入っちゃったら、ベアリングが止まっちゃうのね。回ってるんだよ、ベアリングはね。それができなくなっちゃうから、ボンって、ベアリングが回んなくなっちゃうじゃん。で、無理に動かしてるから、ああいう傷ついちゃってるね。で、最終的にどうなるかって言ったら、完全にぶっ壊れるんで、ボルトが折れると思うんで、タイヤが取れちゃいますね。あ、りーちゃんこんばんはね、お疲れ様ね、ピューピュー。だから多分修理代がすごいことになると。下手すると廃車だね。ステアリングキーってバックとかで落としてるときはブレーキパッドだよね、多分大抵。パッドの残量がないとかね。車ってね、なんかやっぱああいう異音が出るとなんか教えてくれるの。どっかがもうそろそろ危ないよって。皆さんの車大丈夫？ああいうふうな音が鳴ったら、変な音が出たら、絶対車屋さん行った方がいいよ。原因調べてもらった方がいいよ。早めだったらなんとかなるから。そう。まあ基本的に新車とかね、新車で買った人なんかも、やっぱ3万、4万キロとか、まあ10万キロぐらいは多分いけると思うんだけど、全然5万、6万だと壊れないから、基本はね。よほどの技ないと。そう、キルルはベルトね。ファンベルトね。シェイトも、今壊れたらもうクレームでしょ、完全に。そう。音が鳴ったらちょっと怪しいよってことなの。普段鳴らないから。ただハイブリッドは変な音鳴るんでね。エグさん、ありがとうございます、コンティニューにね。ハイブリッドはね、変な、すごい音鳴るよ。ゴーゴーゴーとか鳴るよ。エンジン音すごいしね。さすが詳しい。メカニックだから。そう。自分の車は自分でいじくってたからね。ありがとうございます、コンティニューにね。ボルトなんかしょっちゅうだよ、もう。すぐ折れちゃうよ。昔、鬼キャンとかしてない？鬼キャンとか、鬼キャンの時代でしたから。ああ、これ暗い、明るい、このままでいいな。なんかここすごい匂い、これ多分参拝の匂いかな。臭いんだよ、これ。いつも20万以上の、すごいな。聞き悪い、後ろだからじゃないの。だから暑いからじゃない多分。なんかね、参拝の匂いだな、これ。生臭いよ、なんか。鬼キャン。サイドドリフトとかしてる？はい、なるほどね。そう、皆さん気をつけてね。そう、エンジンの中でも音ゴロ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 ったら、エンジンがそろそろ危ないとかね。そう。鶴さんの前ぶっ壊れたでしょ？あんなっちゃいますよ。そう。もう、最後はね、プシューって言って終わりですから。エンジンブローで。はい、ありがとうね。暑い。
あ、84% ぐらいか。アイロさんこんばんはね。あ、もうベルト、ファンベルトだね、それは多分ね。だベルトがそろそろやばいから、まあ、ディーラーで調整してもらうか、交換してもらった方がいいと思う。下手すると切れちゃうからね。うん。そう、もう音が鳴る。キューとかになるでしょ。キューとか言って。もうそれだけでベルト、そう。キュルルとかなるでしょ。あれもうベルトね。で、うまくないところで調整するとまた鳴るから。うん。私にはターボの配管が時々折れた。外れた？いや、僕あれですよ。あのパイプ穴開いちゃってて。あの、パイプがあるんだよね。ウエストゲートってあるんだけど、シュッ、あれってターボ車で、キューとかであるでしょ。あれ入れてたのね。そしたら穴開いちゃって。で、すぐ演奏するんだよね。で、見たら穴開いてやがって、交換したもん。そう。すぐ交換した。なんか演奏すんなと思って。そう。だからもう配管とか穴開いちゃうから。うん。だからみんな強化しとかなきゃダメなんだよね。いじくるとね。暑い。あ、電気消えたよね、なんかね。だいぶ消えちゃったね。虫すごいな。真っ暗じゃね？真っ暗。そう、ブロバグね。言えてた。そう、ブーキュー、ブーキューって言ってね。そう。あの音がね、ドレスをした時にクシッって。あれ、あれなんですよね。こうね、空気を吸うじゃないでしょ？で、汚くなった空気を次に吐いちゃうの。ポーンって。その時の音なのね。そう。ありがとうございます。真夏の心霊マニアです。たまにはどうでしょう。皆さんも歩いてはいかがでしょうか。夜に歩いてみてください。もうめちゃめちゃ暑いですよ。あれ？俺こんなとこ来たっけ？あれ？ちょっと行き過ぎ？あれこんなとこだったっけ？あれこんなに行ったっけな？あれ？こんな歩いた下ってたっけ？ライト、さっきライトつって。あ、いいんだ、いいんだ、合ってんだ。迷子になっちゃって暗くなっちゃったんだよね。消されちゃって。2段階ぐらいで消されちゃうんだよ、ここ。9時半ぐらいで消されちゃうんだよね、ライト。あ、そうだ、いいんだ、合ってるわ。今、まあ、一瞬迷って、ライト消したから迷ったかな。さっきここから入ったんだよね。で、またここから出てきた。暑い。危なかった。疲れた。嫌です。もう足が疲れた。実はね、昨日ちょっとね、ほんと接骨院入ってなかったんだけど、買い物の後に、僕大変なことになっちゃってね、右腰、痺れ出ちゃってね、足まで、今も出てる、ちょっと出てるんだけどね。で、急遽やってもらったんですよ。で、今日もやってもらって、少し良くなったんだけど、またちょっと痛いです。ちょっと腰があんまり良くないみたいです。暑い。すげえ暑いね、これね。はい、じゃあお疲れ様、1箇所目ね。ありがとうございました。次、2箇所目の間にちょっと充電しましょう。暑いね。痺れちゃってね、足が。もう急遽ね、昨日ね、買い物終わった後にね、そう。あれ、足痛いなとか言って、痺れてるなと思って。ふって覗いたら空いてたから。いいですか、それやってくれた。そしたら良くなったんだけど、またちょっと痛い。お疲れ様です。あー、暑いね。イケメンね。暑かった。飲み物飲みたいな。暑い。そう、歩きじゃない。だから、ほんと歩き、今日歩かないような設定をしてたのよ、あんまり。歩いちゃったじゃん。だから次からちょっと歩かないね。あんま歩かないね。セブン行く。今日行ってきたんだけど。明日あれですよ、一風堂の冷やしラーメン食べようと思って。買ってきちゃった。うん。暑い。マジ暑い。お疲れ様でした。ちょっと待ってね。はい。
暑い、暑かった。暑いな。車の中の方が涼しいんじゃない。もうこれダメでしょ。これ早いな。もうもう冷えてないよ、クーラント。暑い。充電器ダメか。消えちゃった。でコードに入れる意味ないな。暑い。ちょっと充電しよう。一服して。ETC カードが挿入されていません。汗で拭いちゃって、ついちゃって。大丈夫か。はい。充電した。暑い。真っ暗じゃない。ちょっと待ってね。あ。やばい。垂れた。凍っちゃってて。こんばんは。暑い。いつもの場所を表示します。やばいね。充電しないと。暑い。大丈夫か。汗止まんねえな。ちょっと休憩していい？暑いね、ここね。喉乾く。27度ある。やばいね。27度あるよ。充電されてるよね。はあ、暑い。汗びしょびしょ。なんかもうなんかお風呂上がりみたい。シャワーでお風呂上がりになんかもう髪の毛オールバックで。もうやだね、この湿度ね。うん、27度だな今。でもこっちのがね、気温はね涼しいんだよね。うちの戻ったら29度ぐらいあるか、あったからだっけ。だから湿度変わんないな。こっちの方が暑いかも。夜のがね、やっぱバッテリー持つんだよね。そう、燃費がいい。なぜか。多分ね、来週はちょっとね、もしかしたら土曜日までできないかも。来週ちょっと忙しくてね、月曜日病院でね、火曜日ちょっと無理っぽいじゃん、雨で。うん、接骨院だから。で、水曜日が次の日ってか、朝早くから出かけるからダメだよ。で、木曜日帰ってくるの遅いからダメじゃん。うん。
まあ、金曜か土曜なんだよね。そう、だから多分土曜日の方がいいかなって。金曜日だとねちょっとしかできないから。うん、来週ちょっとね病院が入っちゃってるんでね1個ね。うん、であと墓参りが入ってるから、お盆休み、お盆の時行かなかったね、混んでるから。うん、来週忙しい。だから土曜日行くよりかはじゃあ平日行った方がいいねってなって。うん、だから俺的にはあのほら遅くなっちゃうから金曜、木曜日の方がいいなと思ってね。そう、暑いなマジで。だいぶちょっとあれだね、エアコンで暑い。まあでもね、次も3キロちょっとぐらいだから。うん。うん。はい。ブレさん寝ちゃうの？もう。もう寝ちゃうの？俺も昨日はね、早かったよ。8時半に寝ちゃったよ。8時半には。疲れ、痛くてやっぱ腰が。ほら、ハイブリッドの音すごいでしょ？エンジンかかる。ブヒッとか言うでしょ？寝ないの？すごいでしょ？で、これ止まると、ゴロゴロゴロってみたいになるんだよ。うん、これハイブリッドある。のしょうがないに取れたのね。特徴なんだよ。あれ今膝触られたんだけど、なんか膝が触られた感覚あったんだよ。右膝。あ、乗んなかった。またいや YouTube ちょっと今見れないんだよね。あの場所が違うから見にくいんだよ、すごい。うん、そう、そう、今は分かんないけど、ちょっと見えてないから、その、支えの時は見えてないから、基本的にね。YouTube ど真ん中に置いてるから、見にくいんだよ。あの、モニターがあるから見えない。そう。うん。暑い。今触られたぜ、なんか。右、膝のところを切る。そう、お金くれる？1億円でいいよ。うん、とりあえず、1億円じゃないの、10億円がいい。10億円あれば生きていけると思う。うん。いるのかな？ちょっと待ってね、充電しながらやんなきゃいけないから、ちょっとね、少し待機期間置かないといけないんで。うん、1億、1円だぞな。すぐなくなる。ガソリン上がればだってみんな上がっちゃうんだよ。物価高騰になってるからなっちゃうよ、もっともっと。そう、だって運送料かかっちゃうじゃん、スーパーとか買い物してもね。だから上げられちゃうと困るわけよ。うん、みんなの買うお金がね、野菜も高くなっちゃうし、すべての一点値段が上がっちゃうよ。うん、溶けてきたよ。じゃあ行きますか、ちょっとね。そう、もう最近ね、YouTube 弾かれるからね、直さないんだよ。行こう。ちょっと充電しながら行きますから、今。それは今朝の取り出す、取り憑かれてた。どうなんだろうね。絵文字っていうかね、なんか、うん。すごい弾かれるらしいよ。どこのサイト、あの、他のサイトでも、やっぱ見てたら、弾かれてる人いっぱいいたみたいよ。うん、反映しねえとか、なんか。で、それを放置しちゃってるのか、わかんないけど、直してくれればいいんだけどね。ずっと前からだから、うん。1億でも生きてあげる？ね、まあ確かに生き切れると思う。無駄遣いしなきゃ。うん、今ぐらいの生活範囲だったら大事だと思う。うん、これあれでしょ、宅配でしょ、アマゾンとかでしょ、多分。こんな遅くまでやってんだ。
潰されるね。いや、海外得意だから、それはしょうがないんじゃない。海外1週間、1週間2回やるから。左手前方向です。まだ1回だから、いい方じゃない。よく見てみな、旧ツイッターとインスタ絶対2回ぐらいやるよ、大抵。あとね、アマゾンプライムもあのあるじゃん。プライムビデオも結構最近やるよね。ひたすら壊れてるのかわかんないけど。やっぱ夜の方がもう燃費いいな。違うもんな、アクセル踏んだ時のあの感覚が。なんか打力できるもん、EV で。これだよ、これ。燃費がいい。これこれ。今 EV だから、ガソリン使ってない。もう余裕だもんね。全然パワー入ってねえもん、これで。なんか転がしてるって感じ、今。全然 EV で見ちゃってる。これがこのまま維持できれば燃費上がるんだよね。ブレーキ踏む？アクセル抜けばいいんじゃない？もうお前の速さだったら。アクセル抜かなくても曲がるけどな。あった？あった？なんか今日あれだったみたいね。iPhone 乗っ取りとかあったらしいよ。なんか今日 iPhone で中国からあの iPhone にあのアカウントがログインされましたっていうのが結構来てたらしいよ。日本人。皆さん大丈夫でした？なんでこんなとこ止めんの？お前バカなの？お前そういうとこ止めんなよ。邪魔くせえな。危ねえじゃねえかよ。カーブの、前で止めるなっていう。本当にクソババア。ババアだったから。およそ。あるでしょ。だからもう今ね、YouTube ダメなんだよ。なんかコメント規制入れてんのかわかんないけど。で、一回俺やったのよ。返答返ってこないもん。だからもうスルーなんだよね、多分その辺は。だからもう多分やってんじゃないかな、裏で。なんか間もなく右方向です。その先左方向です。うわー、27度だ。右方向です。切ないでしょ。でも俺には何もできないからな、もう。他の人とこもそうだから。左方向です。だから大勢いるとこっていうのはそれだけ大勢の人がコメントしてるから、そう、iPhone。およそ700m。乗っ取られた、乗ったじゃん、ほら。左方向。コメント安全反映しなくても分かんないんだよ。流れるから、いろんなコメントが。だけど、ちっちゃいとこ行けば分かるんだよ。流れなくなっちゃうから。乗っ取りされてない。どっかからログインされましたって出るよ。許可しちゃダメだよ。26セキュリティで言っといてね。クソババ。いや、だっておかしいじゃん。ああいうカーブのとこ前とか止めたら危ないじゃん。だそういうのが、危ないんだよね。そう。だ多分近いうちに多分アップデートすんね、iPhone。およそ 300m 先、中井八郎、左方向です。1km 先、レベル3、シートベルト検問エリアです。しかし暑いな。まもなく左方向です。その先、500m で目的地周辺です。はい。この信号です。この信号です。
27度だな。うん。ケイさん昨日寝てませんでした。昨日やってたんですけど、病院行ったと思って寝てたらしいね。やばくない？昼間寝てるってケイさん。何時に寝たの？およそ500メートル先、目的地周辺です。やばいよ、昼間寝てたでしょ。寝られないの。しかし暑いね。汗ひかねえよ。俺もいつでも寝られる。ちょっと久々にここ来ました。久しぶりでしょ。最近来てなかったんでね。うん。コラじゃないよ。ここコラじゃないよ。うん。今日やってないけどね。今日もね。ちょっとお待ちください。一服してから行きましょう。お新幹線の音。うん。こう違うよ。こう工場地帯だよ。工場地帯。ちょっとまあね、休憩してから行きましょう。ちょっと一服したら、もうちょっと充電したいんでね。ちょっとお待ちくださいね。はい、ありがとうね。こちらね。いやもうだってすぐ終わっちゃったもん。ああ、凍ってる。今日すげえ飲んでんだよ、水分。もう2リッターぐらい飲んでるよ。暑くてね、今日ね。ちょっと待ちくださいね。充電しながらちょっとやってますんで。今何パーセントかな。横にしちゃうと見えねえんだよね、両方とも何パーっていうのが。うん、そう、ちょっとね、充電器壊れちゃったから、機材にセットしてる充電器が壊れちゃったんで、やっぱ土曜日になるとこ誰もいないね、ここは。27度だよ。なんでこれ夜になるとムシムシするのかね。上がるのかね。風ないし。今どんぐらいなんだろう。燃費は。燃費いいね。28走ってますよ今。今 27.9 走ってますよ。すごいよね。今夜だけで 27.9 走ってんだよ。昼間12とかね。
すごいね、27.9 だ。リッターが。そう、クーラー入れても、やっぱり温度が落ちるからだと思うんだよね。あと直射日光がないじゃん。だと思う。夜のが伸びるんだよね、見てると。だから逆に日中は曇ってる日のが燃費いいもん。見てたら。データ見てたらね。34度とか35度あるときはやっぱりリッターが悪いね。一定15ドルって56だね。うん。そう。今どのぐらいなの？ちょっと待ってね。キャス今 81% 全然充電されてねえよもな。81だ、うん、もうしばらくお待ちください。来た、シャーン。わかりますこれ、新幹線の音。はい、バトビエさん、ありがとうね。さあ、そろそろ行きますか、じゃあ。ちょっと短めでね、ちょっとね、充電して、しながらやらないと。ちょっとお待ちくださいね。暑い。暑いよ、マジで。中天国だもん、車の中。外地獄。外地獄、中天国。やば。だよ。やばいねこれね。ムシムシしてる。うん。また釣れたな。81%、 YouTube 何パー？ YouTube 88%、 はい、 YouTube 88%、 キャス 80%。 あ、でもここちょっと風あんな。暑い、マジで。バフの匂いする。虫の鳴き声がね。来た来た。なんか地響きするんだけど。音鳴るかな。バフン。向こう側に畑あるから匂ってくるんだよね。なんか音してんだけどな。
秋じゃねえだろ、これ暑い真夏だよねえ。真夏でしょ、どう見たって。お隣寄ってくる。ライトつけないとね、虫蚊は寄ってこないんだよね。でも蚊刺されるとあんま良くないんだってよ。あ、今日無意識忘れちゃったわ。刺されちゃいけないな。厳しいよね。あやぶさんこんばんはね。いらっしゃいと思うね。カン。いや、ほんと暑いわ、これもう。なんか地面からね、むわーってね、結構この、多分このアスファルトがいけないんだよね。昼間暑くなってるから、それがふわーってなっちゃうんだよ、多分。多分お、なんか建物できたな。ほらできてきたわ。うわ、真夏だわ。そう、秋はね。音鳴りませんね。こう音が鳴るんで、ガードレールが。なんか電波悪いな、ツイキャス。ニオンですかね。なんか増えないな。熱暴走してる。あー、結構暑くなってきてんね。真っ暗だな、ここ。音慣れてほしいね。鳴ってほしいよね。タイミングだからね。臭いな。熱暴走がね。なんかちょっとガスってない？もやーっとしてんな。もやーっとね。おお、音鳴った。ゴーンって、ここで鳴った。ゴーンって。鳴ったよね、今ね。ゴーンって。なったよね、今ね。なった。そうね。だ、この時期結構大変なんだよね。スマホは熱暴走するから結構なりましたね、一回だけね。なった。臭いな、ここだな、匂ってんの。
なったね。暗くて怖い。こっちはね、もうここに公園があったんですよね。でここで結構僕ね、女性の悲鳴を聞いてんだよね、キャーって。でこれね、おまわりさんとこう職質された時にね、あの公園事件ありましたよねって、なんかポロッと出ちゃったの、おまわりさんが。でそこで何があったんですかって聞いたら、そこから流されちゃったんだけど、でテレビとかだったら多分殺人事件だったらテレビ出るから、まあ多分そこを考えると自殺かなと。今こんなっちゃった。もう閉鎖、確実に閉鎖。閉鎖になっちゃいました。まあゴミもね捨ててたんでね、多分それも踏まえてだと思うんだけど。来た。ほら来た。新幹線です。来た。結構感覚あったな。あ、電波悪いな。キャスが。なんで悪くなるの？熱暴走中？一瞬電波悪くなったな。新幹線、いやー暑いわ。蚊がすごいな。蚊がいっぱいいるわ。行こうと思ったらいっぱいいた。寄ってきてよ。電波ダメ？何なんだろう、やっぱ熱なのかな。今日やっぱ暑いんだよ。夜ね、あんま大丈夫だと思うんだけどね。もう戻ってるでしょ、さすがに。赤字になっちゃうでしょ。で、この時間あんま乗んないでしょ。乗るのかな、土曜日とか。ああ、土曜日やったら乗るかな。帰る人。治りました？なんかそこ一瞬悪かったのかな。暑い。この水曜日行った時が全然暑いもん。水曜日も暑かったんだけど、風があったからまだ。今日無風だから。無風なのよね。なんか光ってるね、あそこ。無風。なんかこう動いちゃうんだよな。暑いね、本当に。そう、無風本当やばい。一瞬だけ。でもなんかちょっとあんま良くない。いつもこれフルマックスなんだけど、一本減ってるもんね。いやあるよ、もう熱中症だよ、もう。だって頭がね、もう湯沸かし器みたいな感じだもん、もう。刺されていない。まあ今刺されてないね。まあ虫除き塗ってるからね。あ、危ね。段差でも動いちゃうの。動いちゃうの。ここね、ガードになるんだけどね。ならない、今日は。こっちが。ここで女性の声聞いたんだよな、昔な。だ、扇風機をね、首にかけて、まあ、いろんな扇風機あるんだけど、やってるんだけど、やっぱきついね、それだけでもね。生あったかくて。でも、やらないよりやった方がまあいいんだけど、全然。一回だけね。
潜伏した。そういうのがだから熱中症になるって言ってる。年を取るとね、みんなそういうのやるのよ。窓開けたりとかね、寒いとか言ってね、電気代とか気にしちゃって、で大体そのね、その最後っていうのは大体テレビにも出るけど、熱中症で死亡とかね、そうなっちゃうんですよ。慶三さん見ててわかるよね。みんな同じことやるもんね。電気代高くなるね、電気代高くなる、であのクーラー入れないね。でそれで自分の命を縮めちゃって、いや水分補給しても関係ないと思う。だから切ったり入れたり切ったり入れたりが一番電気食うんだって僕なんか今入れっぱなしだよ家。入れたら入れっぱなしだよ。そうそう、だからみんなそうなの。孤独死っていうかもう熱中症死。はい、皆さんこんばんはね。そう、あと電気代気にするよね。気にするんだよ。ビクタのもんじゃないの。そう、そう思いません？だってみんなそうじゃん。だから高齢者がね、あのクーラーは寒いからダメだ、着込めばいいじゃん寒いんだったら着込めよってうちの家も言ってんだよね。開けるから蚊が入ってくるしって、着込みなさいって来た来た来た。280キロです。280キロ。そうねえ、我慢ダメですよ。昨日と今日使ったり、このまま行くと8000っていう。だから切ったり、それ言ったのは何でか分かる？僕そんな言ってないよ。何でか分かる？切ったり入れたり切ったり入れたりするからだっていう。入れたら入れっぱなしするのがいいんだっていう。出かけてね、長時間出かけんだったら切っとくのがいいの。だからそのままやればこういうふうになるよって金額。そう。ね。なんか落とした。これね、新幹線通った後にちょっと風来るのよ。ちょっとだけ生暖かい風が来るんだけど、ちょっとだけ涼しい、ね、ちょっとだけ。そう、つけて入れてつけて入れてって言ってるじゃん。そうだから電気代食うんだよ。入れとく、短時間だったら入れとく。3、4時間出かけんだったら切っといてもいいけど、1時間とかだったら切っとかない、入れとく。ずっと、その通りですよね、ビビさんね。それは自分がいけないんですね。切ったり入れて電気代とか言って切る。僕の安いよ。だって この間来た時にどこも電気だよ。3000円とか4000円だったよ俺。そう、もうつい家帰ってきたらもう入れっぱなしだもん朝まで、出るまで。そう、暑い。ちょっと向こう行ってみるかね。来た、こっちだ。何人乗ってるでしょう。何人乗ってんだろうね。すごいですね。ほらこんだけ風が来るんだよ。わかる？シャッターが動いちゃうぐらい風が来るの、風圧で。これリニアモーターカーだともっとすごいだろうね。シャーンとか。やはり打撃が高いね。いいんじゃない？だからそういうふうに思ってんだったら自分の思いをやれば。そう、僕はそれで安くなってるから。そう。
暑いね。あ、なんかいない？大丈夫か？しかし暑いね、本当に。そう、つけっぱなしの方がいいと思う。切っちゃうとまた電気代かかって、上げると入れた時ね。いやー、みんな暑くないでしょ。だってクーラーガンガンでしょ、今。外いる？いないでしょ、僕みたいにこうやって。もう1時間以上外いるんだよ、俺。多分ね、このね、クーラー慣れてる人は外に1時間いられないよ。多分、もう倒れちゃうよ、多分。それで喋んなきゃいけないんだよ。体力すごいよ、マジで。奪われるよ。そして歩くから疲れるでしょ。そう、もう汗びしょびしょ、ガンガンでしょ。汗だくですよ、もう。でもね、さっきよりか汗ちょっと引いたんだけど、髪の毛はオールバックですね。見える中27。うらやましい。暑い。扇風機と窓開けてるけど暑い。奈々さんのとこ涼しいんじゃないの？だって北海道ってクーラーいらないんでしょ。そう、羨ましいよな。今夜扇風機で大丈夫？羨ましいね。あのね、多分ね、ブロザーもこっち住んだらわかるよ。地獄だから。ただあんま雪降らないけどね。そう。雪が降るのがいいのか、ね、暑いのがいいのかしたら多分僕は暑い方がいいかな。荒木さん、スパチャありがとうね。すいません、いつもね、ありがとうございます。麦茶代ありがとう。どうもね、すいません。また電波悪いんだよな。なんだろうな、熱暴走してるのかな。クーラーつけたいよ。いや、こっち多分住めないよ、奈々さん。こっち住んでみな、1年ぐらい。もう多分あっちに戻れないよ。冬は快適じゃん。冬は雪ほとんど降らないから。雪降らない。ただ夏は地獄だよ。6月頃から暑くなる。そう。だから僕は雪がダメなの。なぜかというと、あの、雪下ろしとかできないから。腰が悪いから。そう、雪、よくみんな滑るなと思う。雪国の人。偉いなと思うよ。ああいうのダメなの、僕。嫌いだから。腰やっちゃうからね。そう。いらないって。そう。雪降らない方がいいでしょ、絶対的に。楽だよ。ほとんど降らないもん。1年に1回降るか降らないかでしょ。降っても積もんないもん、絶対的に、そんなに。ウォーキングしたの？大変でしょ？なん絶対そんな、こんな苦労するんだったらこっち行った方がいいよ。で、家賃だってあれでしょ？高いんでしょ？向こうだって結構。錆びるじゃん？雪に。あごまちゃん、スパチャありがとうございます。ありがとう。麦茶代ありがとうございます。もう暑いですよ、ごまちゃん。そう。今日バッテリーがちょっと調子悪くてね、充電できないんで、その調整しながら、もうちょっと70%になっちゃったから、そろそろ一回充電しないと、リミッター効いてくるな、これ。一気にこう落ちるから、iPhone は。50% 切ったらあっという間に落ちるから。ねえ、ほんとに。すごいよ、湿度は。だ今88ぐらいだからね。88% 味わってみてください、この。こんなとこはね、散歩なんかできない。もう家にいるよ、絶対。暑くて。暑いですよ、もう。そう、スマホも暑くて、熱暴走中。もう 70% 切っちゃったな。あ、これが照明だったんだ、さっきの。湿度がすごいね。今27度ぐらいあるのかな、でも気温は。もうすごい、マジで。さっき犬いたけどね、おじさんとね。あ、いや、暑いだろうな。だから暑いからこの時間に行ってんだけど、僕だったら逆に夕方行った方がいいかなと思うよ。湿度が高くなっちゃうから、夜になると。辛いよ、もう。もう地面、ほら、汗かいてきちゃう。まだね、ちょっと大丈夫かな。
もうなんかね、だるさが、だるさが、わかる？ほら、汗。うん。今日もう洗濯2回やるよ、これ。こんな感じね。わかるでしょ、暑いんです、本当に。マジで暑い。気分上々。こちらもやめったに積もらないです。すごいよ、もう本当に。外出たくないもん。車の中にいたい。正直言って。もう今日はね、歩くつもりなかったのよ。もう車で散歩しようかなってぐらいだった。暑いからちょっと。そしたらバッテリーダメじゃん、もう。機材のバッテリー。いっちゃってるじゃん。ヒュー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 、さあ一回充電しましょう。ちょっと70%切っちゃったんで、もう 30% 奪われたな。早いな。1時間しか持たないんで、 30% で頑張って充電しながらで充電できないんだよね。一回再起動しないとね、充電ポッと入んないんだよ。 iPhone 重くなっちゃうと。そう、車のクーラーは25度にしてるんだけど、燃費がいい夜のが。いや涼しくないんでね、もう車しか涼しくない。結構歩いちゃった。で多分もう今日6000歩ぐらいだろ。また明日はもう一日あれだね、ぐったり気だね。そう。明日ぐったり系。明日でも朝早く起きなきゃいけないんでね、薬があるから。それ飲んじゃえばちょっと昼寝すると思うけど、自転しましょうか。そう、アナザースパチャありがとうね。冷たいものね、ありがとうございます。どっかで買うかもしれないね。これまだこれちょっと残ってんからね、まだ凍ってるから。いやーほんと暑いわ。困ったね、この暑さは。すごいじゃん、クーラー。1,2,3,4,5,6,7,8 で9,10,10で入ってる。電気代大変だすわ。じゃあちょっとお待ちください。そう、や、歩くのめんどくさいんじゃないと、暑さでね、バテちゃうんだよね。そう、バテちゃうの。歩くのめんどくさいってわけじゃないんだけど、暑さでね、バテちゃうの、体が。汗かくじゃん。蒸し風呂だもん。蒸し風呂、蒸し風呂。してねえな、やっぱり。これした ETC カードが挿入されていません。 69%、 まあ、70ちょっとあるかな。 69%水分補給。だいぶ溶けてきた。マジ。いやーこれ本当暑いわ。これがね22度くらいになるとね、嬉しいんだけどね。こんばんは。いつもの場所を表示します。汗ね、拭いてんですけどね、タオル持ってきてないんで。そう、タオル持ってきてもいいんだけどね。
でも、ね、タオル持ってきても多分おそらくまたすぐ汗かくし、荷物が多くなる。よく通る道に規制、渋滞はありません。首周りがだからね、いろいろやるじゃん。だ最初にね、タオルはね、ダメなんだよね、アイスのものやるから。濡れちゃうんだよね、そうすると風邪ひくんだよね。そう、タオルやったら。急激に冷やしちゃうから、多分。あの、よくあるじゃん、あの濡れタオルみたいの。やってたのね、前をね。T シャツが濡れちゃって、逆に風邪ひいちゃった。去年。うん。しかしすごいな、暑さが。今25だな。でも結構走るね。さあ3カ所目で。しかし静まってるよね、工場自体。シーンとしない。なんか車が全然いないよね。車が全然いない。はい、あれだね、どうも。そう。みんなどっか行ってないのかな、土曜日とか。お泊まり？お泊まりとか行ってないの？みんな。観光地とか。でもこの時期に行っても混むよね、土曜日とかね。混んで観光どころじゃないよね。暑苦しいしね。逆にね。どこ行ってもやっぱ京都が混んでんのかな。ね。確かに。うん。いやこの間行ったじゃない。行ったじゃん。そう、もう大体京都とかも行っちゃったからね、奈良とかね。何それ、子供たちって何。いやなんか多分ね、なんだろうね、やっぱ空調機みたいなじゃダメなのかもね。よくあの工事現場とかでやってるじゃん、ああいうのがやっぱ涼しいのかもね、見てると。いやもうかっこ悪いじゃんあれ、穴つけてやんの。みんなが見え張っちゃうんです、そういうところだけ。かっこ悪そうじゃない、なんか。いきますか、どこ行こうかな。左方向 1km 先、レベル3、シートベルト検問エリアです。何がいいんだろうね、うん、いや帰りますよじゃあもう暑い、足がだるーんとなってる、風呂入りて、タクシー乗ってた、暑かったでしょ、あそこ暑いんだよ。そう、でも湿度がないでしょ、そんなに。あそこもね、山に囲まれちゃって、まあ海と山に囲まれてんでね。で右側行くとあの山だから、クマちゃんがいるからね、クマちゃんが、クマフン見たもん、お前一人で行ったら。あんまでも回るとこないんだよね、うん、うん、ほんと。いや入浴はねしないんですよ、なぜかというとね、水道代が上がっちゃうんですね、またこれがね、水道代稼ぐ金かかるんですよ。でほとんど入らない、シャワーだけですね。
ニューヨークなんてさ、めちゃめちゃ暑いじゃん。シャワーでもすげえ暑いのに。レベル3、シートベルト検問エリアです。シートベルト検問エリアです。そんなすごいんだ。27度だ。なんかでも曇ってきたな。雨雲ないよね。この時間乗り切ったら多分大丈夫だと思うんだけどな。多分この辺もなんか電気消えると暗いね。こう結構混むんだけどね、日中。検問エリア外です。うん、ちょっとガスってるよね、ちょっとね、もやっとしてるよね。何がいいんだろうね。だから要はあれだよね、湿度が高い日が危険信号なんだよね。70ぐらいだったらもうちょっとね耐えられるんだけど、80超えちゃうとね、182円ですけど、もうセルフでやばくね。こっち高いんだ。もうなんかダルクだよね。ダルクで行くしかないよ。こうやって打力で燃費良くして、どこ行こうかな。そうそうそう。でもあれだとなんかや、かっこ悪いから嫌だな。あれ洗うのあれ汚くなっちゃう。そう、膨らむんだよね。あれ涼しいのかね。この辺ガソリン高えな。180円超えてるぞ。182円とかいっちゃってるよ、セルフで。
ワークマン行かない。僕は絶対ワークマンでは買わないことしてる。ワークマンイコールさ、あの作業場ってみたいな感じだから。いやいやいや、やっぱ格好なんですよ。配信者だから一応ね、うん、そこは違うんですよ。見えね、顔出ししてなくても一応ね、誰かが見てるかもしれない、うんうん、違うんですよね。配信者はちょっと違うんですよ。シェイクもうやってないんじゃないの。まだやってた。シェイクの音喉乾くじゃん、うん、工事渋滞してるの。こいつナンバーズ消してんべ。こいつナンバーズ消してんべ。ついてるこれ。ついてねえよな。ついてんのこれ。片っぽ切れてんのか。新しいのに切れちゃう。これ好意的にやってんべ多分。ナンパ隠蔽してんだろう。いや消えてるなこれ多分。一個玉切取ってるなこれ。こんな新しいの玉切れねえ。うん、いやほらもう暗いじゃんナンバー灯が。あそこ電気ついてなきゃいけないんだけどね、明るいでしょ普通は。好意的に消してるよこれ一個。うん、いや多分ね、あの一個ついてんだけど一個殺しちゃってんね。二個ついてると思うんです絶対。で言われたら弾、あ弾切れてますかみたいな感じで。そう、だからあれナンバーはほら隠蔽しようとしてるんでしょ、逃げるときように。なんかやってんじゃないのって、夜とかに。職質に、職質されても逃げられるように。あの新しいの弾切れねえよ、そう簡単に。そう簡単切れねえけどな、ナンバーとなんて。3年は絶対持つと思うよ、3、4年は、うん、僕はもう LED に書いてあるけどね。そうこれだから、そうそう、一応ね、言われちゃう可能性があるね、うん、ナンバーと工事的やったらもうね、隠蔽になっちゃうから。何の音これ。これか、ここへ剥がないといけない。なんかでも曇ってるね。ペットボトルの音だった。何の音かな。だいぶ溶けちゃったよ。
いや、怪しいよ。大気が不安定なんて、やっぱり。この付近、中近重点エリアです。しかし暑いね。まだ27度だ。絶好調じゃん。絶好調だね。絶好調だね。暑さが。もう嫌がらせかな。ゲップが、久々にあそこ行こうか。虫が寄ってくるそうだな。ちょっとあれだな、あれだな、虫よけやっとこう。28度になったけど、嘘でしょ。嘘。嘘でしょ。こっちのが暑い。あ、27度。こっちのが暑いな。なんか塚みたいなのあんな。今のところなんかブロックされて塚みたいなのあったよ。何これ、言ってた誰が、小江さん、あれ小江さん一緒なんですか。暑いな、27度。しかし暑いな。ちょっと開けると分かる、生あったかい風が。蒸し暑いね。出かけたの？え、なんかあんの？え、小石さん泊まりなの今日？泊まりなの、ヤブさん。うわ、蒸し暑い、蒸し風呂。あ、さっきも言ってたの？あ、帰るって？いや、今は帰りなのかな？ヤブさんは泊まりなんでしょ？さすがに、そう、小田原にだったら止まらないと、電車ないよね、もうね。あ、車来やがったな。てか、行けねえし、お前。もっと寄れよ、お前。邪魔くせえな、ほんとに。
や、窓開けるとすごい暑い。どこだっけ、これ久々じゃない、ここ。この随分来てないような感じするんだけど、最近。あ、その次だな。ここでしょ。またやってるよ。また事故ってるよ。嘘。帰れないよね。またやってるよ事故。これやばくね。またおかしくなってるよ。まただよ、同じところ。ガードレール落ちてるもん。またやってるよ。やばくないここ。ここマジやばい。呪われてるだろ、ここの交差点。違う、飛ばして人が出てくるんだよ、飛び出てくるんだよ。まただよ、また。見た今のガードルが、あのまっすぐこうなってるのがポトンって落ちてるよ、あの棒が。見たいですか、有料です、こっから。見たいですか、有料になります。見た見た今、見た、見てないでしょみんな、何気に。こう久々に来たんだよ、ほんと何ヶ月ぶりとか。いや、ここね、ほんと事故多いのよ。うん、多分夜やってんだよね。夜。見た？見てないでしょ。見えなかった？見えた？見てないの？じゃあ、こっから有料会員で。泊まりじゃないんだ。あ、じゃあ、小屋さん来んじゃない？一回帰ってきたんだけど、じゃあこっち向かってんじゃない？お土産なんだよね。そう、持ってきたんだよ。うん。うん。もう小田原だと止まんないよね。近いからね。ただ、暑いです。まただよ、ここ。やばくない？だから、ちょっと寝かすとね、やっぱ分かる。こういう事故多いんで分かんない。はい。見てないの？あらら、残念。うわぁ、生かがって。はい、あるとね。ここは最後になっちゃいます今日ね。イーナさん、到着お疲れ様です、はい、お疲れ様ね。いやー、73% しか回復しねえな。 2% か今の。その前にちょっと水分取っていいですか。あら、落ちた。あー、気づかないとね、すいません。見てないの？冷たい。
行きますか。うん、あと110円でした。これ安くない？110円、自販機で110円って。あ、ズームしてたんだ。ちょっとツイキャス、虫寄ってくれたな。あ、でもこっちの方がジメジしてないな、あんまり。ジメっとしてない、あんまり。安いよね、自販機でね。ガドル見てないですか？見たい？こないだ事故したいう感じでね、ガードレールがストンって落ちてんだよね。見たい。見てなかったの？いや、ここ絶対なんかあるでしょ。呼ばれてんだよ、これ多分。魔物が住んでる交差点。ほら、見て。ほら、わかる？わかる？へし折れてませんか？ほら。ほら。この間直したばっかよ。ガラスがすごいな、ここ。破片がすごい、ガラスは。やったばっかだろ、これ。すごいよ。ガラス割れてるよ、これ。ほら、ガラスすごい。なんで、こう、すごいな。ほら。また。ガラスすごいじゃん、ここ。ほら、ほら。あ、ここだ、ここ。ここだ。事故現場。これまだだよ、ここ。いや、結構フロント結構割れてるよ、これ。ちゃんとやれよな。破片もあんじゃねえかよ。こいつ多分逃げたな、そのまま。多分これ逃げたよ、多分。破片もある。ほら。これやって直後だな。最近やったんだな。破片がすごいじゃん、ガラスの破片が。よくパンクしなかったの、大丈夫かな。ほんとでしょ、破片がすごいのよ。自爆っていうか、多分あれじゃない、ここも割れてるから。ないよね。これ警察入ってたら多分これ綺麗にやるんだけど、やってないってことは逃げだな。当て逃げ。動いたから多分そのまま逃げたんですよ、多分。うん。ここすごいよ、ほら。ガラスの破片が。つい最近だね、これ多分ね。うん、押されちゃって。へしってここだね。バイクはこんなバイクは逆にここまでなんないよ。うん、こんなこすってね、多分車だよ、車。うん、多分車の方が多分ね、ガードレール曲がっちゃうと思う。恐怖の現場見ちゃったね。ここ行ってよかったけどね、パンクしてなきゃいけないな、俺も。シルバーだな、ほら、シルバー。バンパーのこれあれだな、バンパーのあれで破片だね。うん、破片。シルバーの車乗ってる方ぶつけましたね。シルバー、うん、ぶつけましたね、破片。うん、ね、
だからそのまま逃げたんですよ多分。これ多分ね、警察入るとこういう破片どかすから、うん、シルバー、いや多分これ今風の今の方の写真じゃないかな多分、うん、ここだね、思いっきりここにバーンってぶつけて、ほら直したばっかなのにもこんなに、私もシルバー、うん、事故してますね。これつい最近でしょこれ多分。この破片のね、破片が結構あるんだよね。この辺ほら細かいの分かる？この辺とか。この辺すごいよね。これ多分向き変えた時に多分その残ってるやつ落ちちゃった。ライトがありました。ライトもあります。捨ててありますよ。これテールか、テールか、テールか。ライトも、ライト、テールパネルかな。後ろか、前こういうのなんないよね。 K か、ちっちゃいから K か。ライトっていうか多分ね、この多分後ろのテールだと思うな、うん、ライトもうちょっとでかいもんだ。テールだよね多分。動揺して下がった時にまたぶっけたんじゃないで、落としちゃったんだよね、これ。こういうのを置いてあるってことは、あのね、事故やってないね。事故処理やってないね。いや、軽トラこんなのやんないから。うん、軽だと思う、軽。トラックはこういうのじゃないから。軽でしょ、これ多分ね。大きさから見て、もうちょっとでかいもん。軽だね。アルトとか。怪しくね、アルトとか。飲酒運転隠してるよ。あー、じゃあこれテールのフロントも行っちゃってる、後ろも行っちゃってんじゃないこれ。多分前これじゃないだろう。前かこれ。前じゃないよねこれ。赤いのがあるから後ろだよね。うん、ひっくり返したらわかる。触りたくないじゃん。ひっくり返せねえんだよね。ああ、ダメだ。はまっちゃってる。はまっちゃってる。はまっちゃってんだよ、なんか。枝に。はまっちゃってる。あ、これでわかる？あ、後ろだね、これ。後ろ。テールだね。後ろだね。毛っぽいな。なんか写真も。でもこれ多分フロントのライトのガラスだと思うんだけどね。うん。いや、かなりいっちゃってると思うよ。うん。多分ここにぶつかって、その勢いでまたバックして、切り返した時に、またバックした時に、ここにぶけてこの辺にぶけてんじゃない。で、落としてそのまま帰っちゃったね。うん、シルバーだね。車種はシルバーの車、K、スズキか、うん、スズキのアルトとかじゃないの。まあ、ついてんのはシルバーだもんね、塗料が。まあ、塗料探せばすぐバレちゃうんだけどね。飲酒運転もありえると思うよ。それか多分人が出てきちゃって事故現場。でもこれつい最近だな。でもやったばっかね。破片すごいもん、この辺。こっちは大丈夫。こっちはね、行かないんだよね。こうなってんだよね。
雲がいる。タランチュラ。いや、このガラスは多分フロントガラスじゃないと思うんだよね。こう、わかる？これ、これガラス。全部。これはガラスだよ、これ。用水路落ちたらすごいよね、深いからね、今ね。クモいるんだよね。ああ、長谷さん、久しぶりですね。ありがとうございます。アイスでもありがとうございます。すいません、スパちゃんね。ありがとうございます、スパちゃんね。いつもすいません、ありがとうございます。久しぶりです。また事故だよね、ここ。まあ、これもし引き逃げだとこれだけでバレちゃうからね。もうこれとテールランプですぐ紹介されちゃうよ。ね、ここが事故でね、亡くなってるんですよ、2、3年前に。の、音鳴った。音鳴って今。音。ありがとうございます、どうもね。でもこっちの方がね、湿度がね、低いね。低い。今、音鳴らなかった？あ、アルミさん、スパチャありがとうね。いつもすいません、どうも。すいません、た。ね、なんか何これ？あ、ゲジゲジだ！早い、ゲジゲジ。早い、ゲジゲジ。おお、こっち来た、こっち来た。ゲジゲジ。ちっちゃいゲジゲジ。ゲジゲジ。ゲジゲジちゃん、逃げてった。鳴ったと思うよね、今ね。まあ、多分死んでたらこういうの部品とか全部ね、片付けるから、事故あったら。当て逃げだな。当て逃げ。はい、つうかね、ありがとうございます。すいませんね。そう。そう、ゲチゲチだった。すごいね、ここね、ほんとに。こっちばっかだね、直すの。すごいね。逃げまくってたでしょ。でもあれ、ゲチゲチ毒あるからね。毒あるから、あれ。毒あるんですよ。ゲジゲジ、あれまだちっちゃい方で、まだ子供でしょ。生まれた直後だと思う。なんかね、でもこっちの方が涼しいな、こういうのが。風がちょっとあるもん、こう。いや、でもここ本当にすごいね、事故が。なんかね、すごいよね。これ直したばっかなんだよ、この間。もうこれだもんね。で、これ多分、これは多分事故扱いしてないからそのままだろうね。やっぱなんかあるね、ここね。なんかあるね。1、2回だね、多分ね。1回から2回は多分あると思うよ。こっちは全然ないんだけどね。だからこっち側からの車なんで。すげえな、ここ。こっちにもいるよ、同じのが。兄弟？クモ。魔物です、ほら、雲がいる。ほら、動いてる。今作ってんだ。今作ってる状態。雲が。ほら、糸張って、編んでます、ほら。
編んでます。ほら、あ、うまいね、すごいね、器用だね。ほら見て、ほら張ってるじゃん、ほらうまく器用だね。今逃げた、でかズーム。あ、じゃあ、ありがとうございます。あ、気をつけてね。はい、おやすみなさい。どうも。雲、ありがとうございます、スパちゃん。すいません、どうも。すいません、どうも。ありがとうございます。暑い。助かります。あ、やぶさん、じゃあ、ありがとうございます。いやー、ここはなんかあるね。特にこっちだね、やっぱり。こっち側でね、なくなってるんだよね。そう、昔もね、全部こっちなんだよね。ここだけなんかお話した方がいいんじゃない？誰か見える人いない？ここ。いない？何かがね、こうやってやってんじゃないかな。多分何かがこう、おいでおいでじゃないの、多分この状態見ると。でやっぱりね、そのそう、12月にも女の子多分2人亡くなってるしね。こっち側なんだよね。そう、何か、うるさい、静かにしなさい。 夜だから鳥ライト当てるぞ。そう、何かがあると思う、絶対的に何かが。ここも交換してるのね、見て分かるでしょ、色が違うでしょ、ほら。だからこの一式の時に死んじゃってんのね。うん、これ直した時に2人亡くなってんだよ、このガードでね。でこれ直したのよ、一回。そう、こっちも行っちゃっててね。そうで、次にまた単独で車が事故ってたんだよね。そうで直したんだよ、この間、今年の4月じゃなかったっけ。だから4、なんか4月か3月頃直ってたんだよね、確か。保険が直ったんだよね、多分。で今度8月にまたこれです。ガード高いよ、高いよ、これ特注だと思うから。1枚大体ガードで1枚やると100万円以上するっていうからね。そうガードで1個破損すると、特注だからね、これ注文するんだよ、1個1個。だから高いのよ、オーダー中だから。うん、そう、売ってるんじゃないから、量販じゃないから、そう高いんだよ。だから保険があれば降りるんだよ。そう立ってない、高い。だからこう結構夜飛ばす人いるからね。だからこう向こうからしてんだよね、向こうから来て、こういう風に多分酔っ払いなのか、もしくは人が飛び出して慌ててハンドルを左に切ってぶつかった、そのパターンが多いよね。で人は引かなかったから、まあとりあえず 自爆だから、とりあえず動いたから逃げちゃったって感じだね。多分ね、これ警察が入ったら多分ね、こういうのしっかりやるからね。二次災害起きるから、こういうのはね。でもしかもこれ多分やって直後だね、まだね。サビとかないじゃん、全然サビてないしね、まだ全然。多分すごいね、これね、かなりのすごい速度でぶつかってるね。この擦れ方はそうでしょ、そこ引っかかってそこ欠けてるもんね。でこの破片がバンパーの下側のやつだね、端っこの、ちょうど端っこ止めるとこあるじゃん、バンパーは。そこのとこがポッて剥がれちゃったんだね、多分。で多分なんでこのテールランプがあるのかっていうのは、多分バックした時にまた動揺しちゃってぶつけて、バンパーのとこ、ここにクリーンヒットして多分割っちゃったんじゃないかなって。でそのまま引っかかっちゃって無理に出たからもげたんだよね。でもこれ警察動けばすぐだけどね、まあ人身じゃない、なかったら動かないから、そう簡単ね。そうそういうことですよ。どうです、こっちはなんないんですね、ないんですよ全く。ただ雲がいるだけであって、でここになんかそのね、
その命日の1年の時に12月に花束を置いてあるんでね。でその時に僕ね1月頃見た時にね、ここにね遺品があったんだよ。ブレスレットかな、なんかもうないんだけど、そうあったのよ遺品が。で女の子っていうのがもう分かったのね。で花が違う花があるから多分おそらく2人亡くなってんじゃないかなって、二血してたんじゃないかな現地ありで。うん、で一弟子無視してそのまま行っちゃって引かれちゃったで死んじゃったって感じだ。そう多分慌ててバックしてた、酒飲んでたんじゃない、多分酒飲んでて、ほら警察官するとやばいじゃん、だから多分逃げたんじゃない、そういう推定だね。こう見たことですか、大丈夫。まあこうね暗いから行けないってのもあんだよ。で暗いのに結構交通量夜ね昼間も通るんだよね。花束ったよね。だから今年の12月も多分3回忌あ4回忌なのかな、4回忌4年目じゃない多分、あ4年目5年目なんだっけ、2年目で3回忌だっけ、だから亡くなってから3年ぐらい経ってるんだけど、もうすぐ3年かな多分。まあ、それからちょっと増えてるね。その前もね事故あったんで結構亡くなってる人いたんだよね。だその前のやつが多分こういうふうにおいで状態なんで、アビードさんお疲れ様ね、そんな感じなんじゃないかなって思う。ちょっと今日はねバッテリーをね、モバイルバッテリーが壊れちゃってそう充電できないのでね、もうすぐ終わっちゃいます本当に充電がね。そうでもなんとかね3箇所行けたかなと。いやーでもすごいねここね、事故すごいね本当に、直したばっかなこれだもんね。もうこれダメでしょ、これ交換でしょ全て。大変だわこれ、そろそろあれかな米出来上がり、いやすごいね本当にね。魔の交差点です。でもなんかここが一番湿度が低いような感じがする。暑いんだけど警察来ないよ、見たあんま来ないじゃん見たことないよこんなとこ、こう警察あのほら前バイクの警察がいたけどま基本パトカー来ないよ、まず来ないね。新米してもこれうまいのこれ、こっちの米ってね。え、うるさい、ブッブッブッ、ねえ、なんと待って、早く行けバーバー今曲がろうとしてまっすぐ行ったぞこいつ見せ物じゃない、早く消えろ今右ウインカー出しててなんか止まってまたまっすぐ行っちゃったんだけど、何なのあいつ今の車、ちょっと挙動不審だぞ。そう島出てる、もう取れんのすごいね。うるさい、静かに走ろう神奈川県だからこの辺なんかあるんだよ絶対。何なんだよあのバイク止まっちゃったぞあのガキ、エンジン切ろう、うるせえから眩しい。あそこにもいるよほらあの雲が、すごいもんねこれ、深いんだよこれ何気に、水がま見せ物なの、何やってんのかって気になるんじゃないの多分。明るいライト使ってるじゃん、でも弱くしてんだけどこれ。いやーこれもすごい金額いくだろうな、これ全部交換でしょ多分全部、曲がっちゃってるしこれ、あー伊庭先生ありがとうねーと思う。いやわかんない、電話あったんじゃないのと、あそこ止まってるぐらいだから多分、
まあ事故すごいねここね。しかし暑い。何これ、これ何。そう、こいつも一時停止しないんじゃない。はい、しねえ。どこで、ま、真ん中で停止するとどうするの、意味がわかんない。真ん中で停止するよ、こいつ。真ん中で停止する。道路の真ん中で一時停止する。意味わかんない。違反だよ、もう。警察いたら、あれだよ、もう減点だよ、あれ。遅い。あーでもこれ育ちいいね。米は、こっちはいいんだね。やっぱり見てると米ができてるね。でもここね、湿度が低いの。風がね、それあるんで、さりげなくちょっと。だからそんなに暑くない。ここ。ね。なんかね、ここ涼しい。マジで。垂れてるもんね。ここ多分いいんじゃない。カエルいなくなっちゃったね、もうね。そういえばカエルもう死んじゃった。カエルいないね。いて、はい。カエルいないね。そう、泣いてないね。で、ここでコラって言われたんだよね。コラって。うん。うん、いないでしょ。カエル終わっちゃったのかな、もう。死んだの、カエル。カエルって早いの、寿命。これで言われたんだよ、ここで。コラーとか言って、2回ほど。そう、同じ時に2回、こっち側に2回目言われて、1回目この辺で言われて、コラーって。カエルどうなんだろうね。どこに、どっか行くのかな。なんか今音しなかった？ボーン。ブーセスバーコーホンニューロイドシュギュー。なんか今お経聞かなかった？お経が。なんかお経聞こえたんだけど。ハンニャ神経が。誰か聞いた？なんか今般若心経が聞こえたんだけど、僕じゃないですよ、わかんないよ僕般若心経。あ、ほんと帰り遠見してんだ。南無蓮、うまいですか。そう、お坊さんですから。ブーセスボーボーニューホロイドシギュとかでしょ。チャーンと南無法蓮、南無法蓮とかでしょ。いやでも般若心経よりか南無法蓮のリアルに聞いたら怖いよ。2回ほど聞いたことあるけど、南無法蓮の方が怖いね、確実に。間違いなく。あれは浩平さんか、明るいライト。違う、あ、違うっぽいな。浩平さんじゃないな。うん。違う車だった。ハイビームで走ってる、こいつ。俺もハイビームで走っていい。ハイビームで走ったから。眩しかったから、俺も眩しくしていい。まだロービームなんだよね。ロービームの弱いモードなんだけど。これハイビームすると多分もうめちゃめちゃやばいぐらいですよ。ハイビームですこれ。昼間、ほら向こうまで見えちゃいます。向こうまで見えちゃいますね。ほら昼間になります、ハイビームが。これは明るいよ、車なんか見えないぐらい明るい。明るいでしょ。明るいってことは暑いって。水色か。小林さん来ないんじゃない多分ね。なんか用事があったんじゃない、どっか行っちゃったって。そう、
全く違うでしょ。だから暑すぎちゃうから、明るすぎちゃうから、逆にね、見てる側はあの見やすいかもしれないけど雰囲気なくなっちゃうしね。だからちょっとこう弱くするんですよ、3段階ミームね。あ、こっちも米やってんだ。蚊もね、少ないね、こっち蚊も少ない。ただこっちの方が暑いな、さっきのところよりか。こっちの方がジメッとしてる。うん、暑い、戻ろう戻ろう。暑い、ジメジメしてる。こっちの方が湿気が強いな。うん、風もなくなった。いや、これ湘南の米はうまくないっしょ、うん、やっぱり新潟とか秋田とか北海道とかには勝てないんじゃない。やっぱりあれじゃない、雪国のとこの方が、まあ福島も含めてね、雪が降るところが多分土がしっかりしてんだよ。だからうまいんじゃない、やっぱり。こっちはあんま雪降らないから。そう、食べれないな多分俺は、うん、食べようと思わないもん。神奈川の米は米じゃない、タイ米みたいな感じ。そうそうね、暑いところね、今蚊がちょっといたな、いたな。そうでしょ、34度とかね。米美味しいでしょ。でここでね、こういう風に戻ってきた時にちょうど本当終わり間際だったんだよね、その時のね、配信のね。こらーってこう言われたの、この辺で一発目にね、こらって言われて、ふっと見たら誰もいないのよ。あれ？でこのままね、いねえなーと思ってまたこっち戻したわけ、こういう風に。そう戻ってきたわけね。そしたら2度目の恐怖がその何秒後に迫ってきたわけですよ。まあ一度なんかお化けだなと思ってね、でこういうふうに歩いてきたんですよ。したらこういうふうに歩いてたら、この再現 VTR ですけどね、でこの辺でまたコラーってで見たら誰もいない。そう見ちゃったってやつだね。まあそれ以来出てないんですけど、コーラさんでしたね。暑い。そうちょっと水分取ります。もう冷えてねえもんな、さっき買ったやつがもうダメだもん。こっちの方がいいな。はあ、暑いね本当に。はあ、暑かった。じゃあ車行きましょう。ありがとうございました。ちょっと車行ってね、バッテリーがねもうそろそろやばくなってくる。まあ半分切ってきたからもう 50% 以内になっちゃったんで。早いなやっぱりバッテリー。まあ頑張フルに回せば3時間ちょっとかな。そう、あーこっちもねバッテリーがだいぶ減ってきた。17%。 OK、 暑い、真夏だな。はい、ありがとうございました皆さん。いや、ほんと暑いわ。真夏でしたね、本当に暑かった。ありがとうございました。ね。ETC カードが挿入されていません。はい。
いっぱい見れたわ。ね、久しぶりだもんね。2週間ぶりぐらいやね、多分ね。そう。山梨以来でしょ。そう。だから土曜日の方が比較的体力があればね、このぐらいできるんだけど。今日はね、バッテリーの関係もあるからね。そう。バッテリーの関係があって、ちょっとね、まだあるんだけど、フルに使っちゃうとね、もう、充電するの大変なんで。ちょっと休憩して帰ろうかな。うん。暑い。しっかし暑いな。はい、ほんと全然見ることないんだけど、俺的には。うん、ね、もうちょっとほんと違うとこ行きたいんだけどね。なかなかね。そう。そう。そうね。もう暑さでね、参っちゃうね。今日もなんだかんだ勝ちたの3時過ぎだったからね。ゆっくりしやがって飯食っても。もう疲れちゃってね、早くしてっす。もう帰りたいんだよっす。今日夜行くんだからっす。最後にね、もうだから歯磨きもやって。さあ帰るよっすよ、トイレとか行っちゃって。じゃあもう帰るからねっつったら、帰るからねっつって。さあこのタバコをさしてくれとか言って、最後に。それもあって3時でした。8時から3時だからね。出かける日はね、結構長時間になっちゃうんで、来週も土曜日あるんだよね。うん、ありがとうございます。すいませんね。ありがとうございます。うん、ちょっとだから来週はちょっと土曜までないかもしれない。ちょっとできない可能性があるね。うん、はい、ありがとうございますね。いや、まだ27度です。ただね、さっきのとこはその湿度がね、低かったね、意外と。こっち来たらもう蒸し暑かった、すごい。で、場所によって変わんのかな？今のとこ冷気があったのかな？でもあそこ絶対なんかあるでしょ。あんなとこで事故らないよ、普通。事故る？同じとこで何回も何回も。基本。あそこのあるじゃん、宮ヶ瀬、神奈川の宮ヶ瀬の、ね、あの、やまびこ大橋ってあるんだけど、そこもそうじゃん。ね、普通は事故んないよね。でも多いとこってなんかあるんで、絶対。宮ヶ瀬の方はね、大体なくなっちゃってるけどね。うん、そう、この間も死んじゃったしね。この今年も死んでるよね、一人ね、うん。あそこはだからソアラが死んでから、その前にソアラが死んだ後に、あの、遺棄されたんだ、あの橋で。あの殺人事件ね。で、最初警察が逮捕したんだけど、遺体が上がんなくて、必死に警察が一回釈放したんだよ。証拠不十分で。だけど見っけたんだよ。それで再逮捕したんだよね。そう。犯人は分かってたんで、横須賀の犯人はね、うん。で、そこで落として沈めたんだよ。あの、コンクリートで沈めた。で、そっから、なんかひどくなったな。それまでは全然心霊スポットじゃなかったの。事故も、あの、ソワラぐらいしかはあったんだけど、それ以来は全然なかったんだよ。でもその事件があってから、どん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 死ぬようになってきてね、あそこでね。うん、で、僕がやっぱり放送でやってると、声が入ってるんだよね。女の人の声とか。うん。あそこは多分ね、呪われてるよ。だ殺人事件の場所って結構やっぱあるんだよね、うん、何かが、うん、なんか最近多くない？なんか、うん、特になんか子供殺しちゃうとかね、自分の子供殺しちゃうのあったでしょ。大阪多いよね。埼玉、大阪、うん、捕まるのね、絶対わかんのね。子供殺しちゃうとかね、うん、多いよ本当に。だったら産むなよって感じだよね。育てられねえんだったら産むなって。子供がかわいそうだよ。
ね。って思います。そう。だからね。そう。ほんとそう思うよ、だって。でしょ？死体遺棄とかあるのね。多いね。あれあったら知る？あの、なんかどこだっけ？大阪だっけ？兵庫だっけ？逮捕されたんだよね。強盗殺人で。あの、お姉さん殺しちゃって妹がね。あれは死刑だな。強盗殺人だから。うん。そう。うん、かわいそうだよ。あれ。妹が殺して、妹のなんかね、あの、女友達が二人逮捕されてるのね。で、それが主犯格じゃないかって。うん、バカだよね。いや、強盗殺人一番罪も多いんだよ。死刑、死刑から始まるからね。そう。あの首チョンプあるじゃん、鈴木のね。あの事件はまだ、ね。そう、あんだけやってても、ね、死刑にならないんだよ。うん、でも強盗は違うんだよ、また。うん、あんだけ頑張って、ほら、ね、証拠ビデオのいっぱいあるじゃん。で、否認してるらしいんだよね。だ結構重罪だと思うよ。でも死刑には多分ならないと思う。一人じゃん。首を切ってバラバラにしても、基本は燃やすとかね、強盗のやつだと死刑になるんで、一人でも。事例がないんだよね、あんまりね。だからいいとこ二十何年とかじゃない？また来るよ、あいつ、あの女は多分。あの女は多分もう無理だと思う。更生できないと思う。甘やかされて育ってるから、うん、まあお父さんお母さんは多分牢獄で死ぬと思うけどね下手すると年齢的に考えてね、うん、うん、そこが日本は甘いんだよ、そこは、うん、そういうことですよね、うん、だから強盗とかね、放火殺人とかは罪も死刑になる可能性がある。あの、三島の事件知ってます？あの、女子大学生だっけな、うん。それはね、一人だったんだよ、殺したのは。でも死刑だった。でも執行されたんだけど、あの、三島のね、事件があって。それは死刑だった。首を絞めてね、生きたまま、ね、気を失ったんだけど、生きたんだよ、生きてたのね、まだ。灯油缶とかかけて燃やしちゃったのね。それで殺人事件で、死刑。まあその前からいろんな事件はしてたみたいだけど、死刑でも執行されてる。うん、そう。すすきのはね、ちょっとね、うん、死刑にならないと思うんだよな、多分。うん、一人だしね。でも多分あれは治らないよ。もうそういう病気になっちゃった、うん、ああいうなんか顔見た？あの人の顔、メガネかけて、うん、ちょっと頭良さそうに見えてなんか言っちゃってる顔がなんかどう見ても美人じゃねえだろっていう。顔が多すぎたんだよな、親が一人っ子だから、うん、まあそんな感じです。はい、ありがとうございました。じゃあね、次ゲスト終わりになります。また次回よろしくお願いします。またね。ご注目ありがとうございました。失礼します。おやすみなさい。